ハマスタ、異様な光景。阪神は DeNA を3対1で下し、今季最終戦を白星で締めた。試合後、レフトスタンド前には監督、コーチ、ナイン全員が整列して挨拶した。この日、今季限りで2年契約満了により退任することが明らかになった岡田彰布監督に向けて、岡田監督ありがとうとボードを掲げたり、涙を浮かべながら、岡田コールを上げる孤島の姿もあった。敵地での異例の光景に岡田監督の目も潤んでいるようにも見えた。岡田監督は、監督復帰した昨年、18年ぶりリーグ制覇、38年ぶり日本一に導き、今季も終盤まで優勝を争って2位。4から8年の第一次政権を含め、阪神監督として歴代1位の551勝を、これまでに挙げている。岡田さんは名将やぜ。本当は日本代表監督になるべき、やったと思う。復帰1年での日本一は感謝です。ありがとう岡田。球団からの発表はまだないのに気が早いね。まだ CS も日本一もあるのに。ミスが多すぎ、打つ方も考えて配球読めば点取れてたよ。選手個々の問題だよ。岡田監督お疲れ様でした。掛布さんにも監督やって欲しかったです。とりあえずオリックスで監督すれば契約更新されなかったならしゃあないやん。腕の見せ所どころちゃうのな岡田信者。ありがとう。ミスタータイガース岡田さん。球児さん、来年は頼むぞ。2年間の激務ご苦労様でした。後任は大変だろうけど頑張れ。このシーズンの後に暗黒時代にならなきゃいいが、続投して欲しかったな。全阪神ファンが感謝していると思います。CS も頑張ってください。いいねえ。日本一の後、無様な姿になる前に勇退。かっこいいじゃない。高津光真かそのまま飲ませたいわ。ヒョンデン66歳。まだまだできるのに、あっさり辞めたってことは、実はなんかやりたいことがあるんかな？潔いと思うね。スパッと辞める。続投したとしてもおそらく、阪神ファンは文句を言わないだろうに。まだ CS があります。岡田監督に花道を期待しています。頑張れ、タイガース。